こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。日本は素晴らしい国。でも、将来は暗い。日本は地獄。高卒承認給の推移。高校を卒業して、国家公務員になった人の所得の推移。昭和30年には、月額5900円でした。それが30年後には、95500円。30年間で16倍に増えています。ところが、 その次の30年間、144,600円。30年で1.5倍にしか増えてません。凄まじい成長の鈍化。日本が貧しい国に転落したのも頷けます。失われた30年。日本が止まっている間に成長する国は成長した。結果、相対的に日本は貧しくなっている。今後の状況は悪くなる要素が多い。 なぜなら人口は減って老人の比率だけ増える。総人口の推移、人口は下がり続けています。しかも高齢者が多くなってますので、働いてる人は減っている。つまり税金を納めてる人は減っています。先行き不安な日本、その対策は輸出。日本人に販売しようとすると日本は地獄。しかし、仕入れ場所として考えると日本は天国。 今や日本より物価が安い国は見つからない。商品の質を考えると世界一安い。中国なら10分の1で購入できる。しかし商品の質が低い。結果高く売るのは無理。日本ほど仕入れに恵まれた国はない。インターネットで仕入れ商品を探す場合、安価で高性能なパソコンが手に入る。高速で安定したインターネット回線が安く提供されている。 都市部に出ると、百貨店、専門店、激安店、豚屋、エトセトラ、あらゆる店が揃っている。注文した品物がきちんと検品されて期日、記述通りに届く。何でも安く提供しないと売れないばかりか、詐欺師扱いされる日本の物価は激安。働き方改革関連法案で、所得最低水準を更新していく日本。この働き方改革関連法案の狙い。 現在はサービス残業は損得によって、損によってめないのが大人のルール。しかし、一部の社畜になりきれない勝手な子供が残業代をよこせと言って問題になっている。ところが、働き方改革関連法案が通ると、会社が目標とする数字までサービス残業させることが合法化する。つまり、賃金がアップしないどころか、より低賃金化することも可能。現在、十分に低い所得が、 さらに低くなる可能性が高いと。これは民間企業に勤める人の年収別の分布です。一番多い金額帯は年収200万以下。そしてその次が年収400万以下。その次が年収300万以下と。一部の大企業、あるいは公務員のおかげでね、平均所得というのは500万弱になってますけど、実際はほとんどの人は 年収200万以下、あるいは300万以下で働いています。こういった残業代で働いている人は低所得者の仲間入りをする可能性が高いです。しかし、仕入れ天国日本という立ち位置が今後も継続する証でもある。働き手には地獄だが、輸出するものを仕入れる私たちには天国。輸出ビジネスで稼ぐ,稼ぐスキルを身につければ日本は天国。日本で働いて稼ごうと思えば日本は地獄。 自力で稼ぐ力をつけないと真っ暗闇の未来が待っているかもしれない。日本人は輸出ビジネスで必要なだけの金額を稼げるように自力で稼げる力をつける必要がある。今の時代に日本に住んでいることに感謝。ここで日本に住んでいるあなたに朗報です。アマゾンがあります。世界最強のネットショップで現在も伸び盛りです。 しかも、物販未開の地、オーストラリアにアマゾンが進撃しました。日本製品は世界中で高く売れます。日本製品には日本メーカーが中国など海外で作った製品も含みます。アマゾン輸出は簡単です。仕入れたものは販売して儲かったものを売り続けるだけです。私は初心者でも稼げるアマゾン輸出サポートを提供しています。 アマゾンがオーストラリアに進撃しました。日本に住んでいるあなたはオーストラリアアマゾン副業で稼がないと損です。10年後も生きているなら、10年後も生きている予定なら自力で稼ぐ力が必要です。年金では暮らしていけません。今の日本は素晴らしい国。しかし将来はどうなっているかわかりません。少子高齢化、暮らしにくい国。そして最大の長生きは、最大のリスクは長生き。 長生きがリスクになる社会。すぐそこにある老後破産の危機。長生きリスクから身を守るなら平均寿命と健康寿命の差を知る。なんか安淡たる気分になりますね。長生きが怖いと。貯金はインフレには弱い。十分な貯蓄のはずが十分でなくなる可能性もあります。戦後戦時国債。家が買えるはずだがタクシー代に。国債を受け取りに行くのに、 タクシー使ったら、受け取った国債のカン、プ金よりタクシー代の方が高かったというようなことがね、戦後、高度成長期にはありました。何しろ、1934年から36年間で、卸売物価指数が、卸売物価指数、1934年から36年の卸売物価指数が、1949年、つまり、15年から13年後に220倍になっています。 これは2200万でね、家が買えると思っていたら、実際は10万円銀行に通うため、銀行に通うためのタクシー代にしかならなかったと。2200万が銀行にね、国債を受け取りに行くタクシー代にしかならないというようなことにね、実際に今までなりました。また1ドル1000円にはならないか。もしなったらどうする。まあ、世界最高の投資家もハイパーインフレが到来するというようなね、予想を立ててます。 また、現に、イギリスは、すでにね、輝かしい時代には1ポンド1000円だったのが、今や150円以下という金額になっている。こういったことが起こるとね、貯金があるとか、年金があるとかいうのは全く役に立たなくなります。想定外とは、想定外というのは起こり得ないことではないと。対策がわからないから考えないでおこうというのがね、普通のスタイルです。まあ、焼け死ぬ。 ゆで返るというような状態になります。その解決法、27年間成長を続けている国に輸出する。オーストラリアは27年間不景気知らず、先進国では珍しく人口も増加しています。そしてオーストラリアのバーゲンセール、ボクシングデー、なんと1日で2000億円も売り上げます。輸出ビジネスで稼ぐスキルを身につける。投資額は75万円。 リターンは一生役立つ自力で稼ぐ力。一方、預金は、預金とは、現金を持つ国のデフレかインフレがないことにかける行為。今までは無事だったが、今後の先行きは暗い。数百万から数千万、もしかして多くの投資、賞賛は低いです。少子化、多額のインフレ、多額の借金、インフレは必ず起こります。 問題はインフレが起こるか起こらないではなく、いつ起こるか。その対策のためにオーストラリアアマゾンを始めましょう。アマゾンがオーストラリアでサービスを開始しました。日本で住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。